東京オタクモードをご覧の皆さん、こんにちは、リサです。この度、東京オタクモードさんで私のファンページがオープンしました。やった。はい、コンサート情報や新曲情報などどんどん発信していきますので、ぜひチェックしてね。さらに東京オタクモードさんで私リサのグッズが販売されることになりました。やった。はい、今まで海外でゲットできなかったグッズも皆さんの手に取ってもらえるようになってると思うので、こちらもぜひチェックしてください。はい、今年後半はジャカルタ、香港、台湾と海外でのライブがたくさん決まっているので、皆さんに会える日をとっても楽しみにしています。ということで、リサでした。今日もいい日だ。バイチー。